お疲れ様です、ラットです。というわけでね、今日も暮らしライブやっていきたいと思うんですけど、今日はですね、こちらのゴボゴヤスケラフリーズデッキをね使っていきたいなと思います。というわけで、まあ、なぜねゴボゴヤかっていうと、まあ、最近オーブンのねロイジェだったり、もうオーブンの、まあ、何かが、まあ、スケラとかやってるんですけど、そのオーブンにね勝つためのゴボゴヤというわけで、このゴボゴヤ型が、まあ、海外でも使われてて、なんで、まあ、最近ねっていうか、まあ、全くまだ増えてはないんですけど、まあ、今後増えるんじゃないかっていうことで、このねゴボゴヤババスケラフリーズを紹介していきたいなと思います。はい。で、まあ、ババがあれですね、なんか現在の環境ファイヤーボールがちょっと少ないのとか、まあ、なんかあのライトニングのねロイジャイが多いっていうわけで、ババがね最近ちょっと増えてますね。だからリーグでもババを使う側と、だからババでその環境をメタった人と、なんかそれに負ける人がよくいるみたいな感じで、ババがねちょっと来てます。で、まあ、フリースターのはなんか海外のプレイヤーポイズンだったりフリースターっていうのはいろいろやってるんですけど、その有名なね海外のプレイヤーはフリーズ型で、マルチグロ10位ぐらいとかね上がってたんで、まあ、フリーズ型でやっていきたいなと思います。で、今日ですね、っていうかもう今ですね、この動画を撮る寸前に部屋替えですね。韓国生活始まって、まあ、1ヶ月と1週間ぐらい経ってるんですかね、経ってるんですけど、クリーニングがね入るんですけど、全く入らなくて、僕たちの部屋やっと部屋のね掃除をしてもらえて、初ですね、海外っていうか韓国で初ね部屋替えをしたんですよね。部屋替えをして、みんなね今移動、部屋移動したりわちゃわちゃしてる感じですね。帰ってきました。よいしょ。で、ここはちょっとスケラ打っても、まだ相手のデッキの中身が分かんないんで、一回ねカード回しつつ、待ちます。多分これメガホだけで大丈夫だと思います。うっ、危ない。相手はラムライダーですね。インドララムだったら結構テンプレありそうですけど、まあ一回ね、他のカードで回しつつ小屋を置いてね待ちます。メガナイトラムか。あー、前いましたね前。まあ、ライトかポイズンか分かんないんで、やっぱりここババで囲みつつ、逆サイもね、ただこれ雪玉打ったらアイゴラバカと雪玉で三角処理できてるんですけど、高めにインドラ来たら、まあ、スケット打ちに行きたいんですけど、インドラしかない説あるんですけど、インドラ出して、まあ、ボーポイかエレキで踏むとこかな、もう2択しかないと思う。おーおーおお、まあ、全然違うの行きました。まあここは一回ね見届けてあげて、まあ、インドラ処理しつつ、まあ、ユーノカー来るか、もしかしたらラムライダーとか来るかもしれない。あ、それは、マスケで伝えます。マスケじゃない、フリーズで、一回ね、ここは落ち着いて防衛します。まあ、ちょっとラムが入るか、もしかしたら。よいしょ。あー、まあまあまあ。だいたい今、ポイズン咲きましたね。メガナイトラムポイズンの、スケアミ型。よいしょ。なんで、もう一回後ろ型、後ろから出してあげます。まあ、今相手ポイズン使って、次ね攻めでねラムライダー来て、まあ、バーバリアでね守れるんでね、はい、後ろでいいかなと思います。で、これ形作りつつ、あれスケラとフリーズ構えるのミスか。これでフリーズ打っていきたいですね。スケアミがこう目がないとはしょうがないですね。そう、8枚でねしっかり防衛してきました。でも、やりゴブがしっかり受けてくれるのが美味しいです。まあ、フリーズなんでね、やっぱスケラポイズンと違って、フリーズはね、その瞬間火力がやっぱ出るんだよ。一発でもいいと。はい。で、ここは、僕は独占つつ、まあ、バーバリアンでもよかったですけどね、それは。で、正直、まあ、相手はポイズン打ったんで、スケラフリーズ打つだけで折れちゃいます。で、8枚バーバリアンにしても、今、メガナイトで踏まれるだけなんで。ここで、もう、引き玉打って、よいしょ。ここで折りますね。でも、フリーズからパッキンしちゃっても。はい、っていう感じで、まあね、防衛は結構バーバリアンがあるんでね、防衛力がちょっと高めですね。しかも最近ライトニングとかポイズンが増えてるんで、ファイヤーボールの出来がねちょっと減ってるんでね、そういったところでバーバリアンがね輝いてますね。というわけでよろしく。あー、でこの相手は結構なんかねグラチャルとかでよくいる感じですね。このチーム03はよく見ますね。というわけで、まずね、様子見ゴブゴヤ置いて、逆サイ来たらバーバリアンで守るっていう感じですね。なるほど。とりあえずスケラは、まあ受けからですね、基本的に。
相手がまあ後ろにゴーレムとか展開したら始まりアイゴレスキャラとかワンチャンありなんですけど、それまでの基本受けからで、おー雪が舞い、今のねあのマスケットに、バーバリオン出しちゃうと、もしね相手がメガネとか持ってたら踏まれてカウンター受けてってなっちゃうんで、相手は分かるんでしょうか、相手にちょっと分かんないんですけど、アイゴレ出して引っ張ってもらってフリーズ1位のもう一個、あーボーポイですね。ボーポイはまあね刺さんないんですけど、相手にポイズン使わせたってことでいいですね。そしたら今度は普通に後ろからねマスケット裂いたりとか、ボブが後ろに置いたりっていうのができるんで、ここで、後ろにね置きます。そうですね、相手のリッキー思ったら分かんなかった。ちょっと好きかなと思ったんだけど、でもゴボウに入ってますからね。トリトンとゴボウが入ってますからね、あんまないですね。これ後ろからマスケット咲きつつ、まあね、あの相手の後ろマスケとかをポイズンだったらね、処理できるんですけど、あーあーそれは引っ張られるな、引っ張られる。そう、ここのね相手の高めのトガマウントがね、そうでもこれ相手スキャラですね、あのスケラだと思います。これでもババでと、あと雪玉でねしっかり処理しつつ、これやばい、スケラがちょっと刺さる。これマスケでマスケがかなかったら終わってたまでやる。マスケで耐えて、相手はそうですね、まあオリーとトリトンが入ってるけど、マスケベビーの結構最近ちょくちょくいるスケラデッキだと思います。なんで後ろマスケが厄介ですよね。こっちとしては動作に合わせたら絶対トリトンとマスケって勝てないんで、逆いきます。逆いって、これボーポイ使ってくれたらこっちが今度後ろマスケ、そうこれはあのあポイズンボーイされたじゃなくて、相手がこれポイズンで防衛してくれてるんで、僕は防衛しやすいですね。こう後ろでやって高めで処理して、雪玉打った方がいいかな、もしかしたら。で逆サイは全然いい、これメガホンお前死ぬな、バカにしてるんだよ。うん、でもそんぐらいなのよ。でこれもしかしたら今日スケフタされるかな、かそれとこれか、まあこれスケラ1位のウィーズボーポイ、ボーポイ来ないですね、来ないんで、ここで固めちゃって、よし、トベビだとよし、マスケッティはちょっと厄介ですね。まあでもオッケーオッケー、全然全然いい流れではありますね。このトリトンがマジで厄介なんですよね。トリトンは壁になるよ、よいしょ、よいしょ、これもう結構やばいですね。これこれもあのババ使ってあのスキャラカンプしますね。ポイズン打たれてもいいんで、でマスケとアイドルで受けつつ、まあ、スキャラのダメージをね確実に抑えていくって感じですね。まあ、逆サイ狙うかどうするかって感じなんですけど、相手は今攻めポイズン使ったんで、ここでスケラ打ってフリーズもしてダメージ稼いでいきます。マスケットがいい、そう相手のマスケットが処理できましたね。これだけでカウンター防止にもなって OK、 ダメージちょっと入る。後ろから咲きつつ、端前チャスケ来たらワンチャン端前止めてもいいかなと思うんですけど、これでスケラ打つぐらいかなみたいな。あこれはこれは惜しい、これは惜しい、相手後ろから咲いてるんで、これもういっちゃっていいですね。で相手は防衛しないと、多分防衛しないと結構入ると思うんだけど、あーしましたね。やっぱ雪玉でアロマスケット邪魔なんで逆サイにやっていきます。そしたらこっちのねユニットが結構残ると思うんで、これ早めに処理して、この2体目マスケは助手の爆発で死んじゃうかもしれないんですけど、ここは焦らずに、相手もずっと待ってね。うん、相手も結構立ち回りとしては結構うまいですね。トップレベルだと思います。でもババも使っていきます。相手がメガネとかじゃないんでね。ボーポイするかしないか。あー、してきましたね。あー、これちょっとやばいな。ちょっとやばいですね。相手のボーポイがいい働きをしてる。最後ワンパン持っていかれそうですね、これ。よいしょ。受けつつだけど、いや、これ全然でもまだ回りますね。バブは守りました。でも調子が入るよ。やばい。入んない？遅延効果で気合で耐えます。やばい。待って、やばい。ババが。やばい。ちょっと待って。やめない。ほら。オッケー。これだって。ああ、ポイズで終わった。くそ。いや、くっそー。マジか。勝てそうだったか。いや。これちょっとあそこですね。一回、最後。ボーポ1点を攻めてみる。そう。いや、そこはいいとして、最後ですね。
マスケベビーとかで受けられた時に、はい、スケラ打ったんだけど、まあ、雪玉ぐらい打ってよかったですかね。なんかマスケットに雪玉打っても相手のマスク多分逆算いかないだろうなって感じで、スケラ打ったんだけどフリーズも雪玉も何もせずに相手にうまく暴行されて、そのままカウンター来て最後持ってかれたんで、まあ、ワンチャン雪玉打ってゴリ押しでマスケット逆戦に打ってもよかったかなって感じです。まあ1戦ですけど2戦だとね、もう取れない感があるんで、まあ、気合の、マルチ行きたいと思います気合のね、はい。でまあこれババなんでロイちゃんいけると、結構美味しいです。結構美味しい。マッチングかけ大丈夫？前みたいに30分昨日ねマルチ行ったらマッチング30分しないっていうのがあったんですけど、さすがにね、まあ、大丈夫かなと思います。でまあ雪玉ゴブコヤ雪玉なんで、まあ若干空には戦いやすいんじゃないかなと思います。まあ、でもフリーズ型がやりにくいって方はポイズンにしても全然いいと思いますね。だからもともと海外で使われたのはポイズン型で、その後に、他のね有名な海外のプレイヤーがマルチでフリーズ型でトロ上げてるっていう感じです。なんで結構ねフリーズとポイズンが違うだけでもその立ち回りも変わるし防衛方法も変わるし結構、ね、ガラッと変わるんだよね。スケラポイズンのフリーズは結構肌に合う合わない形、そのスペルだけでねあると思うんで、ぜひ自分に合うようにやってもらえたらなと思います。まあ、僕はね正直どっちも全然どっちも好きなんですけど、スケラ自体が好きなので、ね、フリーズ型の方が自分的には好みですから、ね。まあ、一発逆転があるんでね、やっぱその方がやってても面白いですよね。はい、WZX は結果じゃなかったかな。うわクロスっぽいな。余裕でピックじゃないですね。クロスか26かで、今の環境に26使うのはジャック君ぐらいしかいないんで、多分待つ。あースケロイジェイスも確かに、おーロイジェイですね。このスケロイジェイは相性はちょっといいと思います。あでも後ろマスキーした時にこのマスケットにライトニング打たれると僕の空がなくなってちょっと怖いですけど、さすがにまだ序盤なんで打たないかな。ズンカーイって感じですね。これもベビドラ無視してこれスケロ打ちます。今なぜかこうしたかっていうとアドを取ったんですよ、言ったら。でこれ今ウッド打ったからフリーズしてもう、やばい。でももうちょっと欲しかったですね。そのライトニングまで打ってたんでアドを取ってたんですよね。なんでそのダメージは多少受けていいんで、こっちの方がねもっとダメージ与えるって感じです。これもこんだけでいいかな。でゴブ小屋を、まあ、ロイジャイ対策でここに置きたいんだけど、相手の高めベビーとかがちょっとよくないかもしれない。まあ、置いてベビーで壊しにしたら、まあ、メガゴで、ね、対応するって感じです。あやばい。そんな優秀だったんだ。これちょっと知らなかったっすね。うん、申し訳ないです今のはちょっと。うん、これ逆サイドになっちゃうからちょっと厄介ですね。これはちょっと後ろからマスケット出しつつ、ちょっとうるさいからいくら持って OKOK で、これ逆サイロイジャイで攻めてこられてもババアで受けれるんで、これアイコル出してスケラまで打っちゃいます。相手スケラフリーズされるだけでうざいと思うんで、ベビーまで入れ OK。 でも多分これはそんな入らないです。ユニットがやっぱいっぱいいるんで、まあ、ですけど別にここ攻められてもババでね守れてたんで来ないならワンチャンライトで打ってくるタイプかもしれない。うん、おーいいライト。雪打ってでライト打ったんで、ここでライト打った時って結構相手のコストがそんなないんですよね。なんでこうベビー出たからフリーズするけど、ウッドがねいい感じのタイミングで、いやいいウッドですね。ウッドがうめえんだよな、ウッドが。うん、多分ロイジャイ出したら多分ババがあるって分かってるんですよ相手も。なんでそうそれがねうまいんですよね結局のところね。これでも毎回相手ライト打ってるんで
勇気まで打ってきたので、相手のメガゴ僕のマスケ打ち抜いてるんですけど、あーで一発で、そろそろワンチャン始まりロイジャーに来てもおかしくないかなっていう感じです。置いてで、ババでね、絶対完封します。相手の対空が多いのがちょっと厄介なんですけど、ヤリゴブリンもね、働いてくれます。これもう、これだけに合間ですけど、して高めベッキーは雪玉まで打って遅延効果で気合で、いや、やりすぎたかも、やりすぎたかも。あ、でも端前来ても結局あれで守れるんですよね。あれっす、あげかババリアンで、これね、ババリアンで守れるんですよね。オッケーで、もう最後これフリーズ打って多分サスケ振り打ってよいしょ、危ない、おいって感じで、まあね、もうバーブレアが刺さりまくりですね。はい。で、フリーズも、まあね、結構刺さるっていう感じで、いや、マルチ勝てたの美味しいですね、グロ23。このまま上持っていきたいなと思いますって感じで、今日はね、この後ね、ちょっと用事があるんでね、もうちゃちゃっと終わっちゃいます。よければね、これフリーズ型でも、ポイズン型でもいいと思うんで、ぜひぜひ使ってみてください。んでは、お疲れちゃんでした。